E2K、本線形東洋18.5メートル級の2等車、B2374 から2383、2421から2450系の B2381 号車。E2K、本線形東洋18.5メートル級の2等車、B2374 から2383、2421から2450系。 宿オールタラスプ駅 E2 系の食堂車 WR3815 系の WR3815 号車 E2 系 B2374 から23832421から2450系2004年以降採用されている新塗装レーティッシュ鉄道 E2 系客車はスイスのレーティッシュ鉄道で使用される客車である 1960年代以降レーティッシュ鉄道では FFA 製の EIK 供気用標準型客車を EIK として計138両を導入していたが本系列はこの増備型として同じく FFA 製の E2K を E2K として計68両を導入したものであり客室の等級や使用路線による全長の違いなどによって多くの形式に分かれている。なお、 スイスの狂気指鉄用の標準型客車は、レーティッシュ鉄道で使用している、FFA 製の EI、E2、E3、PA90 型のほか、シグ製の EI、E2 系、SWP 製の EI 系、アクマブ製の EI、E2 系などがある。B2422 号車の SWP74 代車 E2 系の制御車、BDT1721 号車と GEE4。 4 i 型によるシャトルトレイン全面改造号の BDT1723 号車と GE44 i 型によるシャトルトレイン BVZ の E2 型 BDT2241 号車、レーキッシュ鉄道の BDT1721 から1723号車と同スタイル。ありがとうございます。